はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、とはですね言ってるんですけども、今日はですね腰痛のお話ではなくて膝の痛みについてお話をしていきます。はい、最近ですね膝の患者さんがなんか多いんですけども、その中で共通してここが原因になりやすいよねっていうのがですねありましたので、そこのねストレッチ方法っていうのをですねお伝えできればと思います。その前に原理原則としてなぜ膝が痛くなるのかっていうのをちょっと説明していきたいなと思うんですけども、ちょっと皆さん軽く立っていただいてもよろしいでしょうか。はい、で、右が痛い方は右、左が痛い方は左っていうのをやっていただければと思うんですけど、軽く手に腰をですね、手を腰に当てていただいて、ここから足をですね一歩前に出してみてください。はい、一旦前に出します。この時に膝が痛い方の膝ですねっていうのが大半ですね内側にこう入ってることが多いです。もう一回言うと、ここからこういう感じに入っている方が多いです。はい、なのでつまり日頃ですね、こう歩いている時ですね、歩いている時に膝がですねこう内に入りながら歩いている可能性っていうのが非常に高いんですね。はい、でなんで内にですね入るといけないのかっていうと、膝関節っていうのは通常ですね膝の曲げ伸ばしですね、曲げ伸ばししかできない関節です。なんですけど、こう内に入ってしまうってことは関節にですねねじれの要素が入ってきます。ねじれの要素ですね。はい、でなので膝関節はですねそういったねじれの動きっていうのにものすごく弱いので、よく膝だったら内側が痛い方っていうのが多いんですけど、内側にはですね、内側側副靭帯って言われる、靭帯だったりとか関節の方って言って関節をこう包んでくれてるものだったりとか、あるいはですね半月板っていうのを飛び出してきてそれをですね挟み込んでしまって痛みが出てきますっていう方がいらっしゃるんですよね。はい、なのでこのですね内に入ってるのっていうのが止まって内に入らずにまっすぐしっかり入っていけばですね膝の痛みっていうのを軽減する方がものすごく多いです。じゃあそのねじれを作ってるのがどこなのかっていうと、これはですね腓骨筋って言われる筋肉ですね。腓骨筋、ふくらはぎの外側の筋肉です。はい、この筋肉が硬くなってきてしまうとどうしてもですねねじれの要素っていうのを生んできてしまって膝にですね膝が内側に入る方っていうのがものすごく多いですので、そのねストレッチ方法というか自分でケアする方法をお伝えできればと思います。はい、そしたらですね実際にやっていこうと思うんですけど、ちょっと椅子か何かに座ってください。はい、椅子かなんかに座っていてください。でもう一回腓骨筋ですね、どこなのかお伝えしていきますけど、腓骨筋っていうのはふくらはぎの外側にですねこのポコッとした骨ありますよね。はい、そこからダーッと走って外くるぶしですね、外くるぶしの後ろを通って足裏に行く筋肉だったりとか、この、小指の外側ですね、小指の外側の部分、ここに付着したりとかする筋肉ですね。3つの筋肉を総称して腓骨筋というふうに呼んでます。なのでここが硬くなるとねじれの要素が生まれてくるんですけど、ここをじゃあ緩めるにはどうしたらいいのかっていうと、かかとというかですね外くるぶしの斜め下ですね、このへこんでる部分皆さんありますでしょうか。多分押すとね結構痛いところがあると思います。外くるぶしの斜め下ですね、斜め下、かかとに向かって斜め下に行った時に指1本分ぐらいですねのところにペコってへこんだところがあると思います。ここの部分っていうのを柔らかくしてあげると腓骨筋っていうのがですね緩んでくるっていうのがありますので、ぜひ今からそこを使いながら一緒に緩ませていこうかなというふうに思います。はい、じゃあやり方ですね、まずちょっとごめんなさい下げますね。はい、まずですねさっきのこの外くるぶしの指一本斜め下ですね、さっきのへこみのところに対して指2本ですね、中指、薬指ですね、そこをこの指でクッと押さえます。グッと押さえます。はい、この時点で痛い方多いと思います。で押してもらう前にですねこっちの反対の手はさっきのポコッとした骨
から指2本ぐらい下のところですね、2本下のところを触ります。で、こういうふうにですね、こういうふうに動かすとコリコリしたものがあると思うんですけど、そこがひこつきです。はい。で、軽く触れたらですね、こっちのかかとの方をぐーっとぐーっと押します。そうするとですね、痛いんですけど、それと同時にこっちのひこつきっていうのが緩むんですよね。はい、緩みます。なので、あとはですね、このかかとっていうのを揺らしていきます。揺らしていきます。もうね、かかとをこうぐるぐる回してあげたりとか、こう上下に揺らしたりとかですね、はい、もう好きなようにしてあげてください。僕の場合はこう回した方がひこつきが緩んでくるなっていう感覚があります。これをですね、深呼吸をしながら1分間ですね、やっていきます。揺らしてあげてください。で、鼻から吸って息をふーって吐くときにですね、ここですね、ここにが、ここに酸素が行くイメージですね。吸ってふーって吐くときに、ここにこう酸素で送るイメージ、はい、でしてあげると結構緩んでくれるんじゃないかなと思います。鼻から吸って息をふーっとここに向けて吐いてあげてください。はい、もう今大体30秒ぐらい経ったと思うんですけど、結構緩んできた感じがありますね。はい、ちょっと動画なのでここら辺で止めておきます。で、終わったらですね、ちょっと立っていただいて、立っていただいてですね、立っていただいて、またこう歩いてみてください。そうすると、あら、なんか痛みが楽になるぞとか、こう歩いてる時の痛くなるんじゃないかっていう、こう不安定さとか、そういったものが緩和するのであれば、おそらくこのひこつきんっていうのが原因でその症状が出てる可能性が高いですので、ぜひですね、今のケアっていうのをやっていただければと思います。はい、まあ、膝のね、痛みっていうのは今のところだけではないんですけども、まだこんな感じでですね、痛みに対してお伝えできればと思いますので、まあ、興味がある方はおそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。